米国テレビ界のアカデミー賞とも言われる最高峰の賞第76回エミー賞の授賞式が現地時間15日日本時間16日にロサンゼルスで開催され俳優の真田広博之がプロデュース主演したドラマ将軍将軍が作品賞を受賞した受賞スピーチで真田は日本語でこれまで時代劇を継承し支えてきてた全ての監督 諸先生方にお礼申し上げます。あなた方から受け継いだ情熱と夢が海を渡り、国境を越えました、と喜びを爆発させた。動画、将軍将軍、キャスト陣の感想トーク、ショーランナーのジャスティン・マークスが日本語で、ありがとうございます、と言い、サナダが英語で、3区郵送マッチ。と続いて、日本と米国が融合した本作らしい受賞スピーチで、 エミー賞の歴史が塗り替えられる瞬間を飾った。将軍将軍は、ジェームズ・クラベルの小説を原作とする、日本の戦国時代を舞台に武将とその家臣となったイギリス人公開史などをめぐる物語。アメリカの有料テレビチャンネル、FX が制作し、動画配信サービスなどを通じて世界的なヒットとなった。日本では、ディズニーの公式動画配信サービス、ディズニープラス、 ディズニープラスのスターにて配信されている。セリフの大半が日本語の作品であるにもかかわらず、ハリウッドが生み出す圧倒的なスケールと、プロデューサーのサナダをはじめ、日本の専門家たちが現地の制作チームとともに衣装や小道具、所作など細部にまでとことんこだわって制作したクオリティの高さ、そして出演する俳優たちのリアリティやあふれる演技などが世界的に話題になった。 最高賞である作品賞をはじめ、最多22部門で25のノミネートを受け、先んじて今月7日と8日、共に現地時間に発表された、主に制作、技術に携わった人々に贈られる、クリエイティブアーツエミー賞、クリエイティブアーツエミーアワーズ、では14部門を制し、この日、作品賞、主演男優賞、主演女優賞、監督賞が加わり、 最多18の賞を獲得。このうち9人の受賞者が日本人というのも、エミー賞史上初の快挙となった、受賞結果は下段に掲載。